美味しいアイスコーヒー飲みたい。美味しいアイスコーヒーが飲みたい。こんにちは、ロングトレイルハイカーの高倉です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。健康第一で暮らせていますか。僕はね、元気にやらせていただいております。ようやく都道府県の境を越えての遠出が可能になったということで、今日は和歌山県白浜ですね、南紀まで来ました。今日はですね、山道具これからシリーズの続きで、前回外のアミカスというストーブとアルミのクッカーがおすすめですよっていう話をしたんですけれども、アイスコーヒー飲みたくないですかね。夏ね、暑いっすよね。今日ももうめっちゃ天気良くて、ちょっと見せましょうか。こんな感じでめっちゃ天気いいんですよね。まあ、夏といえばアイスコーヒーね、作っていきましょうか。アイスコーヒーに必要な道具を紹介します。まずはね、ステップ1でもやりました通り、お湯を沸かします。お湯を沸かしてる間にコーヒー豆をひきます。今日紹介するこれから山道具はコーヒーミル、ジャパンポーレックスというところのポータブルコーヒーミルですね。これをちょっと紹介します。こちらのですね、上のところにここにコーヒー豆を入れていきます。こんな感じです。そしてアイスコーヒーする時のポイント3つ言います。まずはコーヒー豆の焙煎具合ですが、フレンチロースト、フレンチかイタリアンローストぐらいがいいとされています。これはフレンチぐらいですね。ここにハンドルをつけてガリガリやります。ポイント2、この引き具合をですね、結構細かいぐらいにしてください。こんな感じです。豆を引いていましたら、ちょうどお湯が沸騰してまいりました。じゃじゃーん、この景色でございます。バネのやつでペーパー仕掛けて引いた豆をここに入れます。かなりね、細かめに引いていますからね。ポピルアーク、ね、このネタ知ってる人いますかね。でここにお湯を注いでいく。でポイントとしては蒸らしの時間ですね、まあ、20秒ほど最初蒸らしてあげてください。ぶわーっと膨らんでおります。蒸らしタイム、濃いホットコーヒーみたいなのが落ちていってます。これをアイスコーヒーのポイント、その3、急速冷却ですね。急速に冷やしていきます。なのでどうしても氷が必要になりますね。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、コンビニのコーヒーだいぶ美味しくなってきましたけども、やっぱり自分でね、焙煎した豆ですとかお気に入りのコーヒー豆を使ってね、こだわりのコーヒーを飲むというか、そんな楽しみ方もアウトドアの醍醐味の一つではないでしょうか。今日はね、ほんと天気良くてね、こんな感じなんですよね。海も綺麗で透き通っていていい感じです。ここはね、キャンプとかバーベキューは禁止されていますからね、気をつけましょう。ほぼほぼ入り終わりました。このままですと特定も濃いホットコーヒーになります。ここで出てくるのがこちら、 EAT ランブラーボトル。お聞きください、こちらの音。新鮮な氷がたくさん入っております。どれぐらいね、氷が入っているかと申しますと、これぐらいです。じゃじゃん。まあね、これはもう町から持ってくるしかないんですけれども、町に降りた時にこういう氷をねゲットしておくっていうのはすごくいいと思います。じゃあ早速アイスコーヒーの最後のポイント、急速冷却ですね、やっていきましょう。それではこちらのホットコーヒーを急速冷却してまいります。こ
行きますよ。よいしょ。こちらにこうです。よし。そしてこうして。できました。アイスコーヒー飲んでみます。うまーい。美味しいです。ということで皆さんもぜひアウトドアで最高のアイスコーヒー楽しんでみてはいかがでしょうか。本当に美味しいです。感じとしてはね、こういう感じで透明度がね高くてすっきりしたアイスコーヒーになりました。最高の一杯をぜひアウトドアで。ちょっとね洞窟を歩いていったらこんなところに出てきてしまって、もう一回ちょっとこちらの洞窟を戻りたいと思います。なかなかスリリングな、おっつ、真っ暗ですが、ライトを常時オン。もうだいぶ向こう側が見えてきました。まだまだ白浜にも知らないところがあるものですね。頭上に注意しながら。おお、これが、おお、すごいすごい、ああすごい、これはいいですね。はい、ということで最後に忘れてはならないのがこちらですね。ゴミです。このドリップタイプでやるとこのペーパーとね、ゴミの、コーヒーのゴミが出ますので、まあ、こちらはちゃんとねフィールドには置いていかずに適切に処分するようにしましょう。ということはゴミ袋がありますよね。ゴミ袋があるってことはついでにゴミを拾ってみてはいかがでしょうか。こうしてねみんなが跡形もなくノートレースの文化でアウトドアを楽しむようになって、少しでもねゴミを拾っていくっていうのが一つずつできればきっとこういういい自然っていうのは残っていくんじゃないでしょうか。はい、ということで、皆さんも機嫌よくねアウトドアができるように、ゴミも拾いつつ楽しんでいきましょう。それではバイ。健康第一で暮らしていきましょう。ゴミを集め始めたら意外にたくさんのゴミがあることに気づきました。まあ帰り際にねできるだけ拾っていきたいと思います。できるだけのことをすると。なかなかねひどいです。釣り系のゴミとお菓子のゴミがひどいですね。なんかもういつの間にか動画の趣旨が変わっていくという、まあいいでしょう。